スノーマン岩本照深沢達也宮舘涼太、新公演、サイガラ、主演&演出4月に新橋演舞場で上演。9人組グループ、スノーマンの岩本照、深沢達也、宮舘涼太が、4月1日から29日まで東京、新橋演舞場で上演される、祭り柄、よみ、柄で主演、演出を務めることが決定した。これまで、滝沢歌舞伎、をはじめ、舞台、映像など幅広いジャンルを通してその才能を発揮してきた3人が、今回、新たなエンターテインメントを創造する。公演タイトルには、日本語である、祭り、とフランス語で祭りを意味する、柄、という同じ意味を持つ語を使用し、和と洋の要素を盛り込んだ祝祭感のある華やかなステージを表現する。さらに、公演ロゴの、祭り、の文字には、岩本照、光、の、日、深沢達也、達也、の、田、宮舘涼太、涼太、の、り、と、それぞれの名前の一文字が組み込まれており、三人が力を合わせて新たな舞台を生み出していく姿を象徴したデザインになっている。